ゲットバック三年ぶりに帰ってきました福山冬の代官した際その20ゲットバック24日初日でしたああ、ああ、えー、ライブのある暮らしが戻ってきましたよね<え>うんずいぶん遠くに感じますけれども去年の11月ですか このピアアリーナ MM から全国アリーナツアーがスタートしたのはそもそも2020年の3月21日から始めようその界隈から始めようって言ってましたからねでもそれが新型コロナウイルスの出現によりツアー延期しましょうっつったのが2020の。 いやもうそんな,なんかその辺りのことが遠くのことのようにそうだねなんかオリンピック1年期とかなんか言ってたあの頃がうーんなんか試練だったね。 いや今から考えたらそういうことあったなみたいな感じにちょっとねあの、うん、なりましたけどまあみんな試練だったわけなんだけどね今もそ,ういうそれが続いてないとは言い難い若干続いてる感じなんだけどあのワールドカップのカタールでのオーディエンスを見るともうそっちが世界標準なのかなみたいな。いやもう今正直そうですよね。基本的ににコロナ前に もうほぼ戻りつつあるななみたいなね世界はそういうふうに見えますよね。ももう誰もマスクししてないしだって、私、知り合いがイタリアとかに行きましたけど、イタリアとかでも、もうあんま道歩いてる人はもちろん、うん、ホテルとかで接客してる人も誰もマスクしてないって言ってましたから、うん、こっちがドキドキするけどっ,つって。うんまあ、日本人の感覚としてはそう、えー、でしょうね。あ普通によ近寄ってきてあの、ホテルマンとか話しかける、おっとみたいな感じするって言ってましたけど、でも誰もしてないからっ,つって。 そうですよね。えー、こ,れこっちはしてるけどまあでもあのこれはマスクをしましょうねって言ってるんじゃなくて僕はもう個人あくまで個人の生活様式として昔からマスクして生きてた人間なので顔バレが嫌だっていうのも含めてねはい、はい、なのでマスク慣れしてるんで、うん、特段マスクするしないの議論にはあの 参加する立場でもないんですよね<ー>ずっとしてたし、はい、今後もするので、はい、私はずっとしてなかったタイプなのでもう、うん、花粉症があるくせに花粉の時期でもマスクするの嫌だから、まあ、しょうがないから花粉浴びてるっていううんそうなんだ,、はい、だそれが嫌だったんで玄関さ療法ってねあの、うん、薄めた花粉をずっとちあの注射したりしてあの1週間に1回病院に行って注射を1年以上打ち続けるっていう,うん、うん、それやりましたそれで花粉症を抑えうん シーパップもやって、そうですね。良くなってるじゃないですかこの数年で。あのやっぱりいろいろなんかやらないよりはなんかいろいろやったことがあのいい方に転がっていくとって世の中にいっぱいあるんだなってのが分かってきましたそういうことですよね。ねぼーっと手をこまねいてるよりも思い切ってやった方がいいことってあるなってあとは肌のクリームを塗っていただくことですかね。もう肌のクリームは塗ってますけども、ああさらにもう顔に糸リフトでも入れようかなぐらいの感じで。あれ <laughs> ええー、<laughs> じゃない、えー。いや面白いかなと思って。 いいじゃない。って聞いてみたらこの間知り合いが俺やってるよやってんだと思って男性で男性で。性であそうどうなの明らかにガッてなってんのいやそんなにもともとそんな別に私よりも下なんで年が。うん、まあ,あの予防的に入れてみたっつってましたけど <laughs> <laughs> いろいろやってんなと思ってじゃあ創作さんもそういったものに興味が出始めてきたな,なんかねあの まあさっきの CPUP じゃないですけどやってみると面白いことってあるかもしれないなと思って前ほら話してこれちょっとやってみてくださいよって言ったあの例のアートメイクに関してはどうですかアートメイクは全然乗り気じゃないんです、ね、なんで <laughs> だってここから見てもやっぱり眉毛が薄いからですけどもけど小原さんもそうなんだけど、はい、まあ俺も薄いんだけどさ、はいはい、アートメイクはいいかな、えー、顔に糸入れてみようかなと。 どっちもいいんじゃないやってるいやいやいやなぜかアートメイクだけはなんかそんなでもないんですよねそっち見たいけどな、はい、そうですかまああの糸も糸も見てみたいですけどでもこの業界やってる方多いじゃないですかなんかね,ねそうなのあの、はい、さ先に言っときますけど、はい、僕は歯のホワイトニングとかやりましたけれどもはい、はい、そういう糸が入って 人はいないですよ。あそうですか糸をカバーして歌ったことはありますけれども。<laughs> 糸はあの思いっきりこう思いを込めて歌ってますよね。うん、縦の糸はあなた、えー、横の糸は私っていうのはあの歌いましたけど、えーはい、顔の糸はないの <laughs> リフトみたいな感じの。うんうん、ないないですね。そうで、ん、す。でもなんか見て明らかにこうぐって引っ張ってる方とかいるかなみたいな感じはね。あそう。はいいるかなみたいな。 総口警察結構動いてるんですね動いてないですよ別にあのあ入れたな変えたなっていうお手入れされてる方っていや世の中的には結構、あのー、皆さん久々にこの人テレビで見たけど顔の感じ変わったなとかってよくツイートとかにうわー上がってますよなんかよくじゃあ俺もなんかやってみようかな <laughs> いやいや <laughs> <laughs> いや,いやまあ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 ねえねえ いや私まで言ってるだけですよ、多分やらないと思いますけど、なんかそういうのもあるんだな、今、面白いなと思いますけど、そうね、まあ,はい、まあ結局、僕もいつも眉毛描いてテレビ出てますからね、いや、だから確かにそうです、ね、ヘアメイクして出てますからそう昔からしたら、何で男がメイクして、俳優さんでもいらっしゃるんですよ、全然メイクしないっていう方、役に出るとき、役として出るときに全然メイクしない人っていうのも結構いますよ。そのまま撮影されてる まあ、分かれるというか役によるというのもありますけれど役によるのもあるけど人によるかなやらあいやだから多分それぞれのポリシーがねまあその例えば僕が何も眉毛も何も描かずに、えー、出てると。 眉毛の薄さの方に気を取られて本来伝えたいものが伝わりにくくなるから眉毛を描いておいた方がいいかなと思ってるわけですあでもそれはありますね、うん、あの見た方があのー、この人なんか目の下のクマすっごいなとかとか思っちゃうとなんか話が入って来<う>づらくなんだろうな本来伝えたいのは歌であり本来伝えたいのは芝居であり、はい、役であるのに 眉毛薄くないっていうのが気になると <laughs>。あり、あ、もうあります、あります。うん。そっちを見ちゃうから、人は。いや、私も、じゃ、別に、確かにね、あの、主役はゲストの方なんだから、もう、関係、そんなのしない方がいいやと思って。うん、普通な感じで、で、出てったら、いわゆるニコ生的なコメントで、うんうん、司会者の髪。 なんかざんばらたけどこれとかってそればっかり出てきてごめんごめんやっぱりちょっとやった方がいいと思ったいやそうなのよ司会者お髪の毛ちゃんと整えてこいよみたいなみんなわーって書いててそうなのよ司会が変なノイズとかを出すとなんか悪目立ちしてる人みたいになっちゃうんでの方っていうのはやっぱりあの小綺麗にしてていただきたいですよねやっぱりね別におしゃれじゃなくてもいいんであのー そう,そ,うそうです。そうです,そうです。あの変にあの印象に残るような感じじゃない。逆に印象に残る形 <laughs> をされると困るわけですよ。見てる側からすると。そう、だから、私よく思うのは、あの司会者をみんな見るのは一回目。 他に見るものがないから出てきた時見るじゃないですか出てきたって、はいうん、であとはほらあの主役出てくるからそっち見てて、うん、あとき見る時って噛んだり何か間違ったりとか、うん、もたもたした時に「おい」って見るだけなんで一回だから何,何がもう何なら理想は司会しながらこうやって服を全部脱いでて全裸になって服をずっと着てって最後あの着た状態に戻っても誰も気づかないっていうのがはい、はい、一番まあいいかなぐらいの感じなんで。うん 気づくけどね。まあ、いや、こっは変な動きをして、脱ぎ始めたの。<laughs> ノイズがひどすぎるけどね。そいや、でも、それぐらいの、あの。まあ、まあ、存在感が進んでるかな。ええー、みぎれ、こぎれにして、え、たいってことですね。ちゃんとね。そうです身支度をね。じゃあ、まあ、そういう意味ではラジオは、ね。 えー、想像で楽しんでいただけますからね。は僕が今もこんなに M 字開脚をしながら話してる。見えてます、見えてますよ。M 字開脚しながら。M 字開脚って。マサハルオブジョイトイ的な形で。<laughs> イ,インに久々に聞きましたね今。<laughs> オブジョイトイ的な感じでトークしてるから誰も思わないでしょ。<laughs> マサハルの M、M 字開脚の M だったっていう。<laughs> さあ足首こうやって掴んで。<laughs> 掴んでる。これぞ理想的な M 字開脚ですねこれね。<laughs> じゃあマサハルオブジョイトイ。はい。ね、行ってみよう。 福山はさると、ステージラジオ。ジョイトイだね。<laughs> えー、君がちリクエストのコーナーです。埼玉県の真由由ちゃんからです、えー。渋谷のラジオでお聞きだ。ね。マシャ、こんにちはステージン、えー。いつも小学生の息子と楽しくラジオを聞いてます。ありがとうございます。その息子が小学校の図工で、えー、絵画展に選ばれたのですが、今までは全、ま 全く選ばれることがなかったのになんでかな絵のタッチがかかったのかなと思い本人に聞いてみたらマシャの道しるべをイメージしながら書いたというのです息子も選ばれなくても自分的に満足する作品ができたようでマシャの曲がこれからもたくさんのファンを支えていくんだと私はそう感じましたリクエストはもちろん道しるべ2022でお願いしますへえかわいいですよね、うん、ゴミも書いてある ゴミ置き場。あとマンホール。う,ん、うん、水彩画かな。これはですかね,ね。いいですね。まゆちゃんの息子さん。絵の感じ。絵は可愛くて、はい、えー、描いた。本人はなんか強そうだよね。強そうで上下ギャップを着てますね。 あギャップギャップってものすごいロゴが入ってます上下になんかこのままブレーキングダウン出れそうな地元でトップと張ってましたみたいな感じの、ね、そうですね,ねありがとうございますでもそういうこう、うん、表現のインスピレーションになったのであればそれはすごく嬉しいですね、うんはい、ありがとうございます、えー、ではまゆちゃんからのリクエストで「道しるべ2022」 東京渋谷のコミュニティ FM 渋谷のラジオから全国24局ネットでお届けしております「地底人ラジオ、えー」各コーナーをはじめとする番組宛てのメールは番組サイトのメールフォームか地底人アットマーク渋ラジドットコムまで、えー、どの放送局でお聞きになっているかも書いてくださいメールが採用されるとオリジナルの地底人待ち受け画像をプレゼント、えー、また放送中はぜひ「ハッシュタグ地底人ラジオ」でのツイート大歓迎です我々もねリアルタイムで見ておりますからね、えー、後日 収録で紹えー、さて2022年放送も残すところねあとわずかと、うん、いうことで今年もアーティスト俳優として休むことなく走り続けてきた福山さんが、えー、今年発表してきた音楽作品を改めて振り返っていこうかなと思いますあいいですかね<え>じゃあ<も>ちょっとお願いします,す、まあ、まずはね、えー、53歳のお誕生日にデジタルリリースされました、うん、シングルでした「えー、道しるべ2022」。 あ紅白で、ね、歌わせていただいてそこで改めてうわこんな曲あったんだと思った方もたくさんいらっしゃったというふうに思いますそしてあ,ありました「ぷぷっとふむっと解決ダンス」はい、おしりたんシリアーティー、はい。見に行きましたよね<ー>ありましたねキャラクターボイスもシリアーティ教授として担当させていただきましたしありがとうございます、ね、こ YouTube で31万回再生されておりますダンスもね そして、えー、まだこれは発売にはなってませんが光という曲、まあ CM なんかではね流れたりとかしてますけれどもスタジアムシティープロジェクトの、ね、そうですねえー、楽曲でございますこれは早く手元に置いておきたいもんだなと思ってる方もいらっしゃるかもしれませんけど少々少々少々ですねえー、そして アルバム一つ星ガリレオコレクション2007・2022、えー」これはビルボード週間チャート1ダウンロードチャート2週連続首位頂いておりますありがとうございますね素晴らしい結果ですよ、えー、さらに、えー、デジタルシングル「あやかしも」もね、はい、1つになりまして、えーまあ、その間に「お前と密会2022」で数々のカバーをね披露したりとかってう、うんえー、年末にはもちろん今横浜の方で始まっている なんか、ちょっとつながりありましたね。あのう、ー。シリアーティ教授とあやかしが。ああ、ん。モリアーティー<あ>。教授へのオマージュですから。<laughs> あ,あ、そうですよ。もともとはね。<う>あのー、シャーロックホームズのね。<う>えー、敵というね。うモリアーティーからシリアーティー。最大の敵というか。そうですね。その。はい シャーロック・ホームズからインスパイアされた「ホームズ・ハンドが」が城<あ>塚翡翠の原作本のカバーになってそこからあやかしのこの福山規格立案のあやかしミュージックビデオにつながってるという。はい 逆流してますよだから普通は、はい、あのシャーロック・ホームズから入って、はい、モリアーティ教授にたどり着くんだけど、はい、シリアーティ教授からモリアーティ教授に行きモリアーティ教授からシャーロック・ホームズに行きあやかしにたどり着いてるっていう逆流してますよこれまあ多少無理のある逆流かもしれませんけど、ね、無どない,でしょ <laughs> いや繋がってるじゃない結局今年1年そんなことになっていたシャーロック・ホームズイヤーだったんだねまままあまあ、まあ それはコナン・ドイル大先生、驚いてることでしょう、これは。コナンも繋がってるよ。コナン繋がった。コナンドイルから。ああ。名探偵コナン。来ました。ゼロの執行人ゼロ。全部繋がってる。まあ、言おうと思ったら、そう言えたみたいな感じのね。これって。繋がってんだ。な何かに導かれてんだって。導かれて。まさかそうなるとはね。しかも、ほら。シャーロックホームズといえば。なんですか。 名探偵でしょ。名探偵ですよ。探偵ガリレオ。いやいやまあそうそうです。でもまさに一番最初の原作は探偵ガリレオっていうタイトルですか。そ,そうでした。そっか今はなんかあんまり探偵っていう感じじゃね。あの今は天才,てて天才物理学者としてっていう感じですけど、探偵ガリレオから始まってシリアーティ教授行ってはいてモリアーティ教授一員の。はいはいはい でそこからシャーロック・ホームズにつながり,ながりシャーロック・ホームズが考える時にするポーズ「ね、ホームズ・ハンド」ンドその源流には湯川教授がいるわけですなんかあのなんかマーベルとかのそういうワールドみたいな感じのこういろんなキャラクターが福山ワールドみたいなやば,やば全部つながっちゃったアベンジャーズ来ましたねこれは。 一人アベンジャー <laughs> 全部のキャラが福山ワールドの中に揃ってるっていやそんなライブになってんじゃないかな <laughs> あそうですよねそういういろんなキャラの彩る曲がね<う>皆さんの前に披露されてるんではないかと横浜の方でーーメールを紹介しますかはいはいえー、生ハムちゃん 28歳女性の方、うん、アベマ t v で聞いていただいてアベマ t v でお聞きのあなた、生ハムちゃん、コンチテージン。ここ数年、悩んでいることをお二人に相談したいんです、ね。もちろん。最近、自分の中で感動するハードルが上がってきてしまった。もうん、いくつ、28歳二十28歳、うん、気がするんです。うん、これまで推しのライブや舞台を見ているときに、まあ、少し大げさですが、今、この瞬間に。 人生を終えても悔いはないというふうなしかし最近エンタメコンテンツに触れて以前のように上ががることが少なくなくっってきてきしまったんですそれは決してあまたあるコンテンツのせいではなく自分がいろいろなものを知ってしまったせいで初めて知る感情が減ってきたり比較対象が増えてしまって簡単に感動できなくなってしまったのではないかと思うようになりました。 視野を広げようといろいろなライブやイベントに足を運ぶようにはしていますがなかなか新しいエンタメを好きになることもできません感動を届けるお仕事をされている福山さんですが、うん、福山さん自身こういった現象はあると思いますか感動や好きになるということはしようと思ってできることではないのでとても実は寂しいんですと、うん、福山さんが自分に感動し続けるためにされている見えない努力のようなものがあれば教えてください ずばり言ってもいいお願いします自分が感動し続けるためにする努力はしてません <laughs> まあまあそうですかね、うん、努力して感動しようとするともうなんかこう感じなくなるんで感じようと思って感じにいってるわけでしょよーし泣くぞーみたいな感じでこう見たりとか感動するぞ、えー、感動するぞって、ねえー、それはもう全然感動しないんで全然 そういういい風なな努力っててものは全くしてないですねでも,生でも多分生ハムちゃんこの文面からするとこうなんかやばいまた感動できないかもできないかもと思って見始めるとそれはなんかね最初の設定がすごくもう高いところから入っちゃったんだね多分ね設定というかあの感じ方が。今 この時に命耐えても悔いなしみたいな感じになってる。思ったことないもん <laughs> ほとんど。<laughs> そうですよね。もう今死んでもいいわっていうこまで今、まあ、までの感動ってないな。まあ直近だとあのドイツ戦の時は感動したよね。いやまあそうそうですね。すね直近だと。まあさスペイン戦だってそれ感動しましたよ。スペ、まあ、イン戦も感動したけど、ええ、ドイツ戦の方がやっぱりインパクト強かったですよ。ええー、っていう。そう。ドイツ戦はすごい新鮮な感動と驚きがありましたよね。直近でいうと。 あとはなかあったっけ今年例えば、ね、ツアーとかでこうステージまあツアーはね,お客,ねお客さんからもツアーはそれはもう一期一会で僕はもう毎,毎回ビンビンに感動してますけどすね声出さなくても幸せなら手を叩こうとかでみんなうわって一緒になるそうそうそうだからツアーでも大事なのは感動するぞと思ってやらないようにしてますよライブでももしくは感動させるぞああもうそれもそんなふうには思ってないです一人一人のよし今日もお前を <laughs> 抱いて,抱いて抱きまくって感じさせるぞ俺のこの指芸でとかそういうの思ってないです全然思えば思うほどそういうのって透けて見えるから嫌な感じになっちゃうんですよそういうのって受け手側がまさ買って感動させてやるからなとかってな、ね、あそう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 確かに、ね、そ,そうそそう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  歌うまいとこ見せてやるからなとかうまいでしょう僕の歌いやいやいやうまいでしょダメなミュージカルの歌みたいな感じになってますけどよくうまいって言われるんだ君もそう 思うでしょう。う <laughs> わない,わいな。<laughs> 逆にもう異国人だって思わないってなります。だそういう圧の出し方するのが一番良くないから、えー、まず絶対そう思ってないし、あと感動する時もさあ今日感動するぞって言った時ってだいたいダメじゃないですか。逆にね、そうあの事前情報入れすぎると。そうそう。思ったほどじゃないかなみたいな感じ。名作って言って見に行くと。 これを名作って思ってない俺って変なのかなっていう、はい、あの変な逆,逆縛りっていうか縛りにあっちゃって素直に楽しめなくなるでしょ号泣って言われるとあとほら「号泣」号泣っていう「号泣映画」とかって言われると「号泣してやるもんか」って思っていくじゃん。って思いますよね絶対そう思っていくから。 だそういうふういいにははもうだから努力は一切してないで,すでもな生アムちゃん多分そういう感じで今日こそはもう絶対に感動するぞみたいな感じでいくとあでもそれでさそれで本当に感動してさらにあのその感動してる自分に酔えるというあの福永さんみたいな人いるじゃないですか。はい、今日も気持ちいい温かい涙を流しましまた <laughs> みたいなそういう感じの自分で言うそれっていう。 一、えー、茂さあれはもう僕は思うんだけど一茂は僕のことなんか何とも思ってないですよあ、あの説明しますともう福山さんが大好きなアナウンサーのね、福永さん、うん、今岩手でしょ岩手に行かなねフジテレビから行ってます、うん、僕の番組とかいろんなっ、はい、お手伝いしてくれるライブとか、ねね、でも福山さんのそばに行っていながらも福山さんを崇拝して常にやっぱりもう 感動しました。最高でしたとかってね、ツイートするう、ねもうあ。あと、すごい長文のはい、はい、あの感想ラインがいつも送られてくるんですよ。で、その感想ラインは何が書かれてるかっていうと、はい、そこで起こったことが書かれてるだけなんですよ。あの、こ, <laughs> この照明がこの色で、この色になった時にはこうでしたね。だ,だから、それは実況なんですよ。つまり、あまあ、感想じゃなくて、て実,実況アナウンサーですからね。そう、そう、えー、そう、そう、そう。で、それが全曲分。 全ーーだ多分ね一茂さんの中ではもう僕のことではなくてその一<ー>茂さんが僕を見て感動してる興奮してるその自分に感動して興奮してるんですよねそういうマトリオシだそう、はい、そうなれる人だったんですよおそらくもともと生ハムちゃんは。うん、だって今もう今死んでもいいと思ってる私う,んっていう だから、僕は、その、そういう一茂さんを、もちろん否定はしないし。はいはい、あの、ありがたいんですよ。羨ましい分もあります。わあ、すごい。そうなれるって、やっぱり羨ましい。うん、僕はなれないから。うん、で、生ハムちゃんはもともとそうだったんだけど。はい、ちょっと、だから、そこの軸がずれてきたというか。うん、その、感じではなくなってきたんでしょうね。だから、いい、いいんじゃない。ですかね、と思いますけど、ね。僕が思うに、はい、エンタメじゃないものに触れたらと思いますよ。よ ということ、例えば何ですか。お、野生動物見てみるとか。あ、あ、たとえ、ね、に、あの、予測が全くつかない世界ですもんね。どうなるかね。僕ね、あの、子供の頃から。素晴らしき世界旅行ってあったでしょはい、はい、昔。世界のいろんなところを、こう、主に自然が多かったと思うんですけど。あれ見て、いつも感動してたの、子供の頃。<ー>でも、いつしかさ、こう、なんか一瞬自然とかいうものに、なんか感動。 しなくなっていって、ああいう番組にも特に感動しなくなっていって、うんはい、だけどある時にあの時だな、あのオールナイトニッポン TV っていうのをやったことがあったのかなりました私もねナレーションでお手伝いしました。うん、はい。で、えー、世界中を旅するっていうんで、あの西川くんとね。はい。であのリスナーの夢を叶えて,いくていリスナーの夢を叶えていくっていうので、はいはい、あれであのケニアのマサイマラという国立公園があって、はい、でそこに野生動物見に行ったんですよ。はいはい。 まず最初に目に入ってきたのがシマウマだったんですね。はい、で、シマウマ舐めてたんですよ。まあ、確かに動物園でもなんとなく素通りする感じですよね。はい、シマウマはいっていう。シマウマ、まあ、シマウマですよねっていう。うん、本当ごめんなさい。シマウマには本当に申し訳ないんです。いや、まあ、多分ですけど。リスナーに多分いない可能性があるんで、これ、シマウマ。うん、い,やい,やいや、いや、ええ、もうシマウマものすごい好きな人がいる可能性があるから、ね。ええ、<laughs> あ、そう、あ、ね、なるほど。で、シマウマ、ちょっとこう軽んじてたんですよ。<laughs> ねうん、ところが、あのー、ジープに乗ってサファリに、えー、国立公園に入っていってまずよく見れる生き物だから割と賢にいるからそこかしこにいるんだけどそこかしこにいるシマウマそのそこかしこにいる野生のシマウマを見たときにもう泣いてたね。<laughs> あまりの美しさに。 普通考えたたらシマウマウごときでこんなないいちゃってみたいなもっとすごい野生あるはずなのに野生動物ってってライオンとかゾウとかキリンとかカバとかサイとかスター哺乳類系ですよねビッグスタースーパースター哺乳類系まあゾウライオンなんかもう当にスーパースターじゃないですかでも僕本当にあのマサイマラ国立公園で今日疲れ冬を疲れあの 日差しあああの暑い日差しを浴びたシマウマのあの毛並みの美しさ、はあ,あこれこそが野生だつまりいつ生きるか死ぬかわからない緊張感を持って生きてらっしゃるシマウマさんの、はあ、襲われるわけじゃないですかその自然だからそれが美しさにつながってるんですよシマウマの。はあ 涙を流しししててまたたね、うん、その美しさにで <laughs> で泣いてたわけですもん、ね、もういきなり泣いてました、ね、<ー>いやじゃあね、はい、あのここでちょっとその命っつうものについて歌った歌をちょっと聴いてくださいよ。ま,あ、まさにその僕はそのホットスポットで世界中を回ってそこから、えー、インスパイアされた楽曲ですから、はい、深山さるで「ヒューマン」。 で、はい、偶然にも、はい、ヌーの川渡りが見れたんですよあそれすごいですねそう超ラッキー行った初日に、えー、1>, 1日しか滞在しないのにはあ、そのむき出しの命その躍動してるわけですもんねもうあの川にはね,ねえまずワニが待ってますーヌーが川を渡るのは知ってるから草食動物のヌーは 自分が食べるる緑の草を求めてずっと動き回るわけですよそのためにはどうしても川を渡らざるを得なくって、うん、で一塊になってダーッと一頭が走り出すとブワーッとその何万頭といるあのヌーが川を一気に渡り始めるんだけどその時にすごい興奮と緊張してるから、はい、自分たちでぶつかって っちゃって骨折したりするんですよ。まあそれぐらいまあ興奮状態にあるうん、ねうん、だからワニは待ってるだけなんですよ実は。足を噛んでやろうとはじゃないわ、ねあ。どっちかっつと待ってます。あまあ噛む人もいるんでしょうけど、<ー>ワニもは待ってますね。あでも動けなくなったそう動けなくなったやつをはいいただきますってこう食べに行くわけですよ。はい、でその状況があってこの剥き出しの命と命がそこにあるわけですよ。うんはい、それを見たときにね。 泣いてましたね<いや> <laughs> もうしまうまで泣き,ヌー,で泣きヌーの川渡りで泣きヌー泣きですね,もうねヌー泣きですよいやそれ考えると生ハムちゃんにもそういうのおすすめかもしれない野生動物、うん、アフリカまあ今ちょっとまあ行きにくいかもしれないアフリカまではいかないにせよ何かね、うん、あとは ハワイの海とか感動するけどねやっぱ綺麗でまあまあ確かにいや <laughs> まあそれはそうですまあ綺麗ですね、はい、やっぱはいはいあと西表島の海とかもやっぱ感動するよだったら私も屋久島のこう沈む夕日とか感動しましたよ、うん、ああきれだな あとなんだろうな。<の>東京近郊で感動できるものって、えっ、ー、と違うか、えっ、ー、と、どこだ。この方はね。あ、書いてない。ちょっとわからないんですね。書いてないか。どこうん、東京だとなんだ。屋形船とかどうなの。あ、屋形船とか、あの、楽しいですよ。夜<や>。<の>ね、うん。 あのー、お台場とかのあたりとかね、うん、あの橋をレインボーブリッジをってって。手軽にできる感動つうのはあ,あるよね、アカタブなんかもね。ねレインボーブリッジの下渡るときとかなんかわーってなるじゃん。めちゃめちゃ綺麗ですよ、なんか,なんかね。いや、それはちょっとてヘリコプターで東京を上から見てみたりとかね。あとなんだろうあとは、いや、もうだったら私は、まあ、東京近郊とかできますけど、ちょっとスカイダイビングでやってみるとかね。ああ。 ちょっっととまあ軽いいここうう普段できないようなよやってみる釣りとかは<ー>釣りも結構やっぱりおってなるよね、こう魚が。を通じてやっ命の躍動がそう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 。う釣りとかもいいと思うよ。な,なので、その、いわゆるエンタメじゃないものやった方がいいんじゃないですかね。いや、本当に私も一回やりましたけど、フルマラソン出てみるとかね。はい,はいはいはい。はい なんか自分の限界値をちょっと軽く超えてあそれ言うと僕だったんですよ筋トレあ筋トレねうんあの自分の肉体が変わっていくっていう,そう,そうかでベンチプレスとかも何キロぐらいあるそうそうそう,うそう感動ありますよそこにはしかもちょっとねあの体の健康のためにもいいぞみたいなうん、うん、あるじゃんエンタメ以外にもいろいろあるよ <laughs> なんかあれでしょものすごい難しい数式とかを解くと感動するんでしょ そらそううでしょうね湯川さんとか石上さんみたいな人はしかも綺麗に美し,そうそう美しい数式みたいなと,かとかい、ね、まだまだあるよ多分知らないものがあの,多分、ね、の中ちゃんまだ推しとかの与えてくれるエンタメだけのことも考えてるんでそうじゃなくて自自分自身にもう,回うってみてあと僕はすごい美しいギターあのヴィンテージギターとかあのいい音のギターはもう毎回感動するし。うん あとヴィンテージ時計パテックフィリップとかのちょっとお金かかりますけどいやいやそれはまあ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 あれですけどあんまあ感動しますよあとあ、まあ、あれはアートはアート芸術ですね、うん、割とそのいつでもどこでも日本はそこそこの展示はやってるじゃないですか今まさにね平和洋展とかやってますね、うん、え何平和洋あの真の始皇帝が自分があれなどうやってやってんの

古いエンタメをももう一回見るるると感動する場合もあるよあ<ー>例えばチャップリンとか見てみるとか「あ<ー>わすげえこんな時代にこんなことやってたんだ」とかあと「僕はちゃんと読んでないけどシェイクスピア読んでみる」とか<ー>、うん。改めてだそういうのを、まあね、あのガッツがあればなんか原文で読んでみる。 うん、あの手軽にいけるところで言うと石川拓木さんとか詩,詩とかあの俳句とかさ<ー>短歌とかあの辺も結構手軽でいいと思いますけどねあの、うん、さっと読めちゃうんでそういうのもいいんじゃないですか時短でいろいろやってみてみい、はい、いろいろやってみてみください,、ね、いやそんなあなたには、えー、私の最新のエンタメ「あやかし」「地底弦作業」「地底月作日 えー、リリースデジタルリリースになっておりますあやかしでございますがライブで今日もやりました<ッ>絶賛配信中でございます福山さルであやかしお送りしましたさあデジタル化でもはや、ね、実際にこう書く人も少なくなったのかなと思いますが先日ラブレターに関するこんなニュースがありました、うん、ボブディランさんが高校時代恋人に当てたラブレターが およそ万円で落札って一番嫌なことじゃないこれって <laughs> まあ本人的に相当ポエムなんでしょうからねあの<本>その年代の本人的に一番嫌じゃないのこれあのー、結局結ばれなかったそのラブレターもらった恋人が売ったってことですもん ね、最悪だよね <laughs> 俺俺ってことさ <laughs> ディランさんの懐にこれ入ってくんだったら、ね、まあしょうがねえかっていうのはあるけど <laughs> はい、はい、ディランさん出して終わりでこれお金も入ってこないんでしょでも福山さんだって昔ラブレター書いたことあるでしょだってないねあな,ないですラブレターに対するお返事は書いたことあるけど <laughs> ラブレターは書いたことがないね <laughs> また苛立つ展開になってきた話がこれはあの好きな子に話しかけるにはどうしたらいいですかって質問昔もらったことあるけど <laughs> この喋り方のなあの好きな子に話しかけられてばっかりだったから話しかけ方がわからない <laughs> うわ<ー笑> <laughs> 冗談<よ>冗談ですよごめんあの言わないとごめん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 ん。<laughs> 今日初めて聞いたけど福山って嫌なやつだなと嘘ですよ,よ嘘です嘘ですよ,よまあでも話しかけられていたのは本当かもしれませんけどね <laughs> いやいやいや,いや でボブ・ディランさんが高校時代のガールフレンドに当てて書いた感動的で時に先見性のあるそういうねあのラブレター、指針のコレ,コレクション、1通とかじゃないんですね、一番嫌なことされてるじゃん。オークションで約67万ドル9400万円でポルトガルの有名書店に落札され、そこの書店にこうやって。 ガラスケースに飾って、うわプッ,プ,ップッ、ディラン、うわこんな臭いこと言ってんだみたいな感じいやいやいや、それは文学的価値があるとは思うけど、やっていいことと悪いことがあるんじゃないので、この手紙はディランが16から18歳の時に書かれたもので、うん、あまり知られていない彼の人生のある時期について、洞察を与えてくれる、うん。驚くべきことにディランは手紙のいくつかで、100万枚のレコードを売りたいんだと書いている。うん、また、ガールフレンドへの思いと,とともに、ちょっとした詩の断片なども記されていた。うん これらの手紙は2020年にあガールフレンドが亡くなった後彼女の娘が発見して、えー、売り飛ばしたっていう娘さんさ <laughs> 普通はそれで <laughs> ママなんて素晴らしい、えー、いくらで売れるんですかみたいな感じなあまあだからちょっとその最後の締めの文章ですか,すか<れ>落札したポルトガルの書店は合計150ページに及ぶ42通の手書きの 手紙のセットをすべて揃った状態で保管、えー、ディランのファンや学者が研究できるようにする予定だという,うん、まあ、今この話を僕聞いたばっかなんで違和感があります今現在の違和感でいうとねその確かにボブ・ディランという偉大なアーティストが世間に与えた地球上に与えた影響力というのはあると。 これはあります。孫を異なき間違いなくあるわけじゃないですか。はい、あるけれど、そのボビダン・ディランさんのファンや学者さんがそれを研究するっていう風に言ってるけど、研究しなくていい領域だと思うんですけど <laughs> ここは。 あまあでもね例えばベートーベンのこういう書簡が見つかって研究者がとかって今でもありますよねなんかねディランさんまだご存知ですよね,すね生きてるうちにラブレターをふむふむってみんながこうやって見てのやるや嫌ですよねうわこんな感じでこう甘い言葉吐いてんだみたいな感じのとかね <laughs> いやあのまあディランさんが余けりゃいいっすよ<ー>別にいやでも私実は3日前にあるニュースを見ててボブ・ディランさんが900冊限定で「 サイン入りの本を売ったんですよね900冊限定,限定で結構書いたね8万円でおお<ー>、えー、8万円で実質のサインがいただけるんだっと思って、ね、もいいもちろんね全部かあの売れたんでしょうけど、うん、ネット掲示板で、うん、これオートペン使ってないかオートペンっていうのはサインを代わりに書いてくれる自動マシンっていうねへ<ー>、えー、それを受けてディランが「うん書いてないごめん」と謝ったっていうなへえ<ー> <laughs> これオートペンだわ あそうええ、あの謝罪も返金対応しますっていうことになってるってますますさ <laughs> そういう誠実な人なわけじゃんつまり正直な人なわけじゃん <laughs>、ま、正直そうですね確かにね、ええ、正直な人だからこういうことされるの嫌だと思うけどな、ええ、そうですよ、ねええ、いやちょっとほらもう長くなっちゃって本当は今日これ コーナーの枕だから、ね、コーナーナに行く予定だったんだけど長くなっちゃったんで、えー、じゃあボブ・ディランさんの曲をおかけしましょうよ。ね。さあ、はいねえー、本来ここに行く予定でした。したはい、恋愛社外取締役あなたの恋の悩みを恋愛・社外取締役こと福山雅治さんが。 第三者的な立場から監査アドバイスするコーナーです、うん、さあ今週はこんなメッセージが届きました、うん、静岡の宗太郎さん二十歳大学生、うんえー、渋谷のラジオで聞いていただいております、うん、渋谷のラジオでお聞きのあなた宗太郎コンチテージン,ン,ジン突然ですが恋の相談があります、うん、僕には彼女みたいな人がいます、うん、みたいなというのはお互い好きではあるけれど 彼女が看護師を目指しているため今は非常に忙しく落ち着いたら付き合おうねということになっているので、うん、僕はその時まで待っているという感じです、うん、彼女とはだいたい週に1回ご飯に行ったり少しだけ買い物をしたりしています、うん、しかし最近は以前よりも格段に忙しいようで、うん、今後2ヶ月ほど滅多に会えないような状況です、うん、もちろん夢を追っている彼女を全力で応援してあげたいので会えないことに対して謝られるたびに大丈夫だと伝えています しかしその反面でとても寂しくなったり会えない日々が続いて彼女の僕への好意がなくなってしまうのではないかと不安になったりしているのも事実です、うん、この感情を直接彼女に言ってしまえばより一層負担になってしまうと思い寂しいとか会いたいという言葉は言わないようにしています、うん、彼女のことを完全に信じきれないまま強がっている僕は本当に情けない男ですが大好きな人と会えない日々の心の持ち方を教えていただきたいんです また本気で頑張っている彼女に対して何をしてあげるべきなのかも僕と共に考えていただきたいですというページになります。うん、ずばり言ってもいいそうだろう。寂しいや会いたいという言葉を使わず信じきるためにはその寂しいや会いたいを超える強い 絆が必要だそうなんですけどね <laughs> そうあのいいですかちょっと宗ぐさんにあの質問なんですけどはい、はい、これはい、はい、宗ぐさん読みながら「はいはい、うんこれは宗太郎の独りよがりじゃないか」っていうふうに思いながら読んでらっしゃったんじゃないですか。 匂匂いますね僕もねあの前半の何行目かでもうすでにあこれ曽口さんは匂匂いながら読んでるなっていうのも僕は思ったんです。もう完全に目をね薄細くして読んでましたから曽口さんのプロファイリングをちょっと聞かせていただいてもよろしいですか <laughs>、はい。彼女がどんなに忙しくても頑張らなきゃいけない状況でも会えるとより頑張れたりするもんなんですな忙しければ頑張らなきゃいけない状況であればあるほど。うん 二ヶ月会えないようなとこって何匂いますよね僧侶さんねはいもうあのー、<coughs> 疑念が今もう確信に変わりつつある感じの,の <laughs> <laughs> 勝。勝手に勝手につまり僧侶さんがおっしゃりたいのは、はい、あのー、彼女の方がこの僧太郎に対して強い思いが恋愛感情やあ会いたくて会いたくて震えてるぐらいの思いがあればはい、はい、こういう 距離感やこういう感じにはならないよっていうことをおっしゃりたいわけですよねあの。例えば君がいるだけで普通は強くなれるんですけども。けそうですね。ええ、そうなんですよね。えー、えー、だからもう今すごいね。困難に立ち向かっている状況だから。普通はいてほしいはずなんですけど、うん、あの高速で後ずさりをしているのを見てると、なんかこれは違う、あ、危ないなみたいな。 あのこの彼女が言ってることが全部言い訳っぽい感じに聞こえるっていうことですねそーっとこう離れてってる感じがこうなんか距離の設定がだってこんなの,あの看護師になったらもっと忙しくて会えなくなりますよね普通に考えたら看護師さんってだって夜勤もあるでしょそうですね<に>、えー、という感じで、えー、どんどんと距離がみたいなでもそれはさほら、はい、あのよく言えば、はい、好きなんだけどそういう 仕事についちゃうしそうなっちゃうから今のうちにあんまり傷つけないようにそっと「好きなんだけど」って言いながら傷つけたくないからそっと身,身を引いてるこの恋をそっと終わらせようとしていると。<laughs> ごめんなさい本当うだろごめんなんか終わないかそっち前提で話すんだけど <laughs> まあでもそうなのかなーなんてだからまああの。 あいい人なんだと思いますけどもちろんね、うん、そこには何もその横縞なことはないと思うんですけど、うん、でも多分、あのー、寂しい「会いたい」という言葉は使わないようにしていても私の想像では週に1回行ってるご飯とか買い物の時に顔に思いっきり書いてあると思うんですよ、うん、なんかあの <laughs>。 ど<の>どっちもっとそうたろうのもっと会いたいもっと会いたいしもうこれ付き合ってるの俺たちねみたいな感じがずっと出てると思うんでんその最初のあれなんだよね、はい、僕には彼女みたいな人がいますってもうそこがすでに <laughs> ツーンと匂ってきたんだよね <laughs> あ,、ええ、あのちょっと刺激臭があれあツーンと最初に来たから <laughs>、ええええ、そうなっちゃってるんだけど<え>これはつまり、はい、D.T. ですか。 そうう、ね、<laughs> うなな、ね <laughs> えー、なりり、ね、ります、ね、あまあまあ、なります、ね、なりますよねますねすよねねそそそよれはもう恋愛なんてもうそれはもう片手の数では足りないぐらいの感じだとああこれなんかまあ脈なしかなとか逆にこうあんまいかない方がいいかなとかいろいろ考えずにもうあの作戦は一つ突き進むのみってなってるんで。うんうんまあ 知ってりゃいいってもんじゃないの,あの最初に断っとくけど、ね、そ,あのその,あの女性の体男性の体を知ってればいいって話じゃなくてただそのこの感じはうんそうなのかなっていうね。いい方に考えちゃうん、ね、<laughs> いやあの <laughs> 私もそうですが人間っていい方にいい方に 悪い方には目をつぶりたくなってしまうというねそうなんですよね,、はい、すよね僕もそうだったんじゃないかない<や>昔は自分ではそんなことないと思っててもね、もしも客観的に見られたらおいやいやいやってなって思うんですよねでもそれを変えることはできないからその本気で頑張っている彼女に対して何をしてあげるべきかっつって、えー、これで総口さんや僕がいやこれは彼女の方がなんか 距離を置こうとしてんじゃないのっていうのはあくまでこれは推測にしか過ぎないので推測にしか過ぎないし何もわからないので総太郎が今できることを全力でやるしかないんじゃないですか<あ>連絡とかもうしちゃダメなのこれいや、してもいいと思うんですけど多分総太郎って多分連絡は3日に1回までだって決めたら本当に3日に1回とか規則的にしそうな感じがこう あ,のあとはあれかなメールや LINE の文面が必ず質問形式で終わってるとか <laughs> あれはちょっと困るよね<え>こっちにボール投げてボール持ってるのがこっちになっちゃうっていう文, <laughs> 文面で送られてくると困るよねそうなってそうな可能性が高いですねこれねそうだろうねうんまあ 草口さんのおっしゃりたいこともわかるので、ねね、じゃああれっすか強い絆をお互いが持つっていうのは今はちょっと難しいですかだって彼女はやっぱり多分本当に今はね試験の前でいろいろなんかねやることもあるんでしょうからそっとしておくってことですね,ね<え>うん ただまあ週1ぐらいでいやまあ別に連絡とかでいいんじゃない、ね?のいいんない「元気よこん,なこ,あのこんなとこに行ったよ」みたいな感じとかね「こんなことしたよ」うん「したら向こうもいいね」ぐらい返してくるでしょうからまあ三日に、まあ、週1ぐらいでいいんじゃないですかああなるほどね、はいうん。で質問形式で終わらないこと。<laughs> ねえー、この間秋の紅葉を。 もうちょっとかなり遅くなってしまったけど紅葉最後の紅葉を見に行って「高々こうですごい綺麗まあまあそれでも綺麗でした」と「なんたらかんたら高々こ,こうでお元気ですか?」「最近はどんな日々ですか?」「そういえばえ何々ちゃんは紅葉は今年は見ましたか?」「また連絡します」みたいなそういうこう質問がいくつもあんのはダメよ<ー>。ダメ。重いから。確確かに確かにに、うん 質問はしないこと。はいなるほどね。したくなってもね。そうそうしたくてもしたくてしない気持ちわかりますけどね。相手が返信をしなきゃいけないっていうような空気にしないこと。そういう文言を作らないこと。送らないこと。じゃあ曲ね。初恋。知的人ラジオ。さあお送りしたの初恋ですけどね。 まあ友達ではいられないこと恋人には戻れないことなんでまあこれは一旦恋人になった人の歌ですけどもうーんまた何かあったら進展があったら連絡してきてくださいだ、はい、太郎そっとねそっとオーケーションの福山でで初恋でしたさあ続いては「大好きな酒を悪く言われるものにしたくないこの人に飲まれてよかった」と酒に思ってもらえる人間になりたい。 えー、などなど福山さんの酒に対するそねその向き合い方に共感の輪が広がりつつありますこちらのお時間です <laughs> 共感の輪広がってるの <laughs> 広がっておりますよはいはいはい春は夜桜夏には星秋には満月冬には雪それで十分酒はうまい <laughs> 福山正晴が お送りする「<laughs> 修道」「福山彦清十郎」っていう <laughs> ねお茶を飲むことがそうだったように花を生けることがそうだったように暮らしという文化の中に置、ね、ける日々の何気ない行為も精神と様式を極めていけばそれはまた道になっていくと酒もまたしかりというわけで毎晩の楽しみであります 一人酒をゆくゆくは主導として体系化したいという福山さんのように一人で酒と向き合い自分と向き合っているリスナーの皆さんから酒を飲む時のマイルールを教えていただいております。こちら東京足立の くまスさん、27歳、女性会社員の方、インター FM で聞いていただいております。インター FM でお聞きのあなた、そしてくまスケ、コンチテジミ。コンシュドウ私は日本酒が大好きです。あ<ー>一人暮らし用の小さい冷蔵庫の一段を占領して、現在5本の日本酒が並んでいます。うん、飲み比べながら晩酌を楽しんでいます。うん、日本酒のお供にはやっぱりお漬物です。鬼怒、うん、川旅行で立ち寄った酒屋さんで日本酒の立ち飲みをしたら、 日光ロバタ漬けをサービスで出していただき、うん、美味しすぎて買って帰りました。最高です。うん、これだけあれば、他はいらないくらいです。ただ、日本酒はまあ、ちょっと糖質は気になるので、うん、仕事を頑張った日のご褒美タイムですね。ほどほどに楽しんでいます。福山さんのお酒のつまみに対するこだわりを、ぜひ教えていただきたいです。僕はもうずいぶん前から気づいてるんですけれども、はい、あのー。ある程度食事し終わった後。 その後、お酒を飲む時っていうのは、もう何にもいらないんですよね。それこそ、極端に言うと、塩でもいいみたいな感じです。塩だけでいい。いわゆる角落ちのね、あのますのとこに塩を持って、舐めながら飲むっていう、ね。あ、日本酒なんか、はそうですね。塩を舐めながら飲むっていうのが、もう、僕は好きでした、ね。あと、白ワインなんかも、そう、そういうとこありましたよ。あ、料理合わせないっていう。あ、いや、もう、ほら、お腹いっぱいになるじゃないですか。うん、あの、コース料理とか。 あの食べに行ってそのあとまた飲むとかってなると、うん、だからまあお酒を飲む時っていうのはもう何も食べたくないんですよね。ああでもまさにタモリさんもそうだって言いますもんねあんまりそんな食べないな飲む時はとかって、うんで。口の中の味が変わればよくて<ー>舌が洗えればそれでいいって感じ<ー>だそれは塩であったりとか俺だからあれが好きなんですよよくあのお寿司屋さんとか和食屋さんとかに行った時に。 食べた後に刺身の妻であるとかあと刺身醤油の中にちょっとこうわさびが落ちてたりとかうん、うん、あとあれなんて言うんでしたっけあの刺身のあれについてる小、うん、ちっちゃなお花みたいなあですかあ,あのシソの実みたいなシソの実でしたっけ、うん、とかあとあれがありますよねみょうがとかもありますよねはい、はい、あと大葉とかあるでしょはい、はい、もうああいうのでいいんですよ。 ああいうのを醤油につけてこうもう腹にたまるもん何も食べたくない酒のあてでございみたいな感じはいらない,いうもういらないしああいうのでいいし何 <laughs> だったらポン酢あのしゃぶしゃぶ食べた後のポン酢の,あのお,お汁ポン酢のつゆだけをこう本当にちっちゃなもうスプーンみたいなのでペロッて舐めながらお酒を飲むとかそういうのでいいんですよ。ポンににちょ、ね、ちょょっっととと鍋の出汁がううななそんなもんんもででいいです家なんかだともう本当にこう あんまワインそんな飲まないけど、はい、白ワイン飲む時なんかはトリュフ塩とトリュフオイルを皿にこうちっちゃな小皿に入れてもう指先で舐めながら白ワイン飲む <laughs> あもう何もいらないっていう私は結構食べたくなるタイプですからねあ<ー>この熊助さんもちょっとしたものをつまみたくなってあそうそうだから僕はその話ちょっとそれちゃってたけどあのお店屋さんで お店の方はその気を使って食べ終わった後の食器あのう油皿とかしゃぶしゃぶのお出汁のおつ残ったおつゆとかを下げ,下げるんだけどあこれまだあの僕はのちょっと舐めるんでっつってでおネギとかも下げようとする、ええ、あちょっとそ,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 のそのネギちょっとあのネギだけで食べるんでとかそれぐらいがいいんですよむしろ。 まあそこがこだわりっちゃこだわりですね。そうですね。ねこだわりっちゃこだわりっすね。お酒のね味をより美味しく頼まします。でもお腹にたまる。うん。もうなんか食べたくないですね。口の中の味を変えたいってだけで。うん。なので僕思うんですけど、この質問の答えで言うと、よくそのお酒でね糖質が糖質がって言いますけど、<の>そんな そんなに気にしなくていいと思ってます僕はそれよりもお酒のあてで何を食べたかによって糖質は増えてしまうので、うん、お酒の糖質自体で太るっていうことはまずないと考えていいんじゃないでしょうか。まあそれで太るぐらい飲むって相当飲まなきゃいけないだろうみたいな感じしますよね,なん,かねうん。それでお酒で太ることはないと思いますよあのごめんなさいねこれあくまで個人の感想ですから学術的な見解があるわけではないんですけどお酒の糖質で え太っていくってことはないと思います。つまり何を一緒に食べてるかによって太るか太らなかは決まるということです。まあ私もね、あのやっぱりそうやって太っちゃったなーっていう人はやっぱりそこで一緒に糖質たっぷりのものなんかを食べてるのかななんていう感じで、ねうん。お話を伺ってると大体そうですよね。やっぱ食べてらっしゃいますね皆さんね。だって一緒に食べる食べて飲むの楽しいじゃんみたいな感じです、ね。そう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 、えー、<し>僕はそれがこう本当にあのトリュフオイルとトリュフ汁を指でこうペロッと舐めるだけでいいっていうそういうタイプ。 最後に締めにやっぱりがっつり食べないとまだ気が済まないみたいな感じのね。なんか俺、満腹苦手なのよ。<laughs> そうですかそう。満腹好きな人いますよ。なんかまだもうちょっと入るからなんか入れないとなみたいな感じの。いや、俺、満腹ほら逆流性食堂やんだ。あそかそか食道劣孔減るには<ー>食減るだから、満腹だめなんですよ、僕。逆に満腹だとなんか気になっちゃう。苦しい。ね、あ満腹だともう。 もっとお酒飲みたくなっちゃうその,あのお酒という水分で食べたものをどんどん流し,流したくなる <laughs> そういうイメージだね体の中でねそんな流れちゃいないのになるほどじゃあやっぱり今の話がガテンがいきましこの主導では引き続き福山さんのように一人酒をたしなんでいるあなたがお酒を飲む時のマイルールや教えまた家元に聞いてみたい酒の道に関する質問を募集しております。 お送りしたのは福山雅るで取り火でしたまあそう言いながらなんだかんだいろんなことを考えながら飲んでるんですけどね、うん、ああでもないこうでもないとねうんまあマイルール引き続きお待ちしております手動についてはいじゃあエンディングです、はい、お知らせとしましてはあやかし絶賛配信中そして福山冬の大感謝祭その20ゲットバック3年ぶりの大感謝祭です 生中継最前列オンラインチケットも、えー、連日、ね、毎日やりますんでぜひとも、えー、それと福山山やってますポップアップストア、えー、場所がですね横浜ランドマークプラザ4階横浜ランドマークプラザ4階ですぜひともご覧になってくださいお越しください福山雅音楽デビュー30周年全国アリーナツアーブルーレイ &DVD「D D ザライブ発売決定、ね ウェアブロッドツアー2021-2022よりプロミス・フォー・ h e フューチャー光2大公演をハイクオリティの音と映像で完全収録いい作品になってると思いますよボリューミーで、はい、初回限定予約期間がありまして初回限定はですね1月16日までの初回限定版の予約受付になります私福山が総合プロデューサーを務める長崎くすの木プロジェクト平和のバスがですね 運行を開始しましまた今年も本当にたくさんの平和のバスのデザインアイデアが届きましたなんと全国の小学生からちょうどぴったり100点のの平和を願う作品の応募がありましたその中から2作品のデザインを選ばせていただき平和のバスとしてラッピングが実現しました千尋さんそれとルリコさん9歳と10歳の 方の作品ですとても素敵でしたデザインされたバスぜひねご覧になってくださいえ各詳細は福山サウルオフィシャルサイト公式 sns にて随時情報最新情報を発信していますよろしくどうぞ <laughs> 引き続き地底人ラジオでは君からのメッセージを待ちしてます地底人ラジオを検索してメッセージをクリック投稿フォームに行けますのでそこから送ってくださいね これ何、来週が三十一日ってこと。そうですね、今日も二十四日ですからね、まあ、あのディレイ地域の方はね、年越し。もあるけど。土曜、土曜で終わりだ、今年。ね、そうなんですね。ああ<ー>。大晦日。まあ、知ってたけど、改めて、改めて見ると。<laughs> うん、まあ、あの感謝祭のスケジュールがね、そうなってたんで、そうなんだけど、改めて見ると、もう終わりですね、本当に。うん、なんか年度、年時切れ目。 があるよようなないようななんかコロナと戦争でなんかそれがもうちょっときっちり収束してくれないとなんか年越せる感じっていうかこう切れ目が分かりにくいですよね,ね2023年こそは健康より健康で平和な社会になるといいなとその社会を 形作る一員でありたいなと思いながら、えー、来週のね放送を迎えたいと思っております、はい、えー、ここまでのお相手は<さ>深山雅治で R でしたではまたセイムタイムセームチャンネルでお会いしましょうバイバイ